はい、どうも、こんにちは、ひかるです。今回ですけども、ちょっとガルルガ装備をね、揃えたので、ちょっとまあ、お披露目しようかなと。一応まあ、上から、もう武器もこれガルルガの、ヤンガルルガの装備なんですけど、もう一応全部揃えてね、守備力もかなり上がってます。見た目もね、もう結構かっこいい感じ。普通にもう紫色のね。まあ実際これね、武器も合わせてみたらもっとかっこいいんですよ。見て。ほら。お前。羽生えてる。ほら。すげえ。武器が羽になってるんですね、これ。で、色も結構かっこいい感じなんでね。ちょっと後ろから見たらガーみたいに見えるな。やばい。あの模様が。揃ってますね。守備力も、191まで上がったんで。だいぶ上がった。だいぶね。まあこれも、ガルルガヘルムとか。で、耳栓と心眼ついたんで、結構いいですね。うん。弾かれへん。攻撃さ、弾かれへん。マジで？うん。バーンとかかれへん。やばすぎやろ、うん。モーションがないってことやろ、弾かれの。そう、弾かれのモーションがない。めっちゃええやん、それ。うん。だから、そのまま攻撃連続で通るっていう。それってあれやん、ガルルガ装備じゃない、剣術、うん、ガルルガの剣術ってやつある。やばすぎやろ。だから A であれ、普通に。で、一応まあ全員ね、龍馬が今こんな感じ。レウス系の武器ですね。で、飛竜刀っていうやつ。こっちですね。で、攻撃アップ大持ってますね、もう。やばいな。うん。そうやんな。コイルが大。ただ、弱点。で、前津さんが、これもガルルガの武器やな、青竜刀は。そうやな。で、ガララ系を、で、揃えてます、ね。揃えてますで、一応まあ。一応違う。一応な。で、まあ、でもまあ、耳栓ついとうから、耳栓ついとうからでかいで、これ。あー。カブラやからないか。で、ストライカースタイルね。で、名人が待ってました。名人の待ってまだベルだ。名人ベルだけのギルスガードですけど、もう全く揃って名人。あ、ギルスに勝てん。全く揃って名人です。ガード。守備力53。とんでもない防御力しとな。やばいな。ガツイは。まあガンナーっていうのもあるけどな、一個。まあまあ確かにな。ガンナーな。今回何に行くんやったっけ？今回はちょっとね。二つ名行こうかなと思ってます。よっしゃ、来た。ちょっとね、強化したんで二つ名に再挑戦してみるということで。いいね。で、前ウルクスス行ったんですけど、めっちゃ強かったんですよね。で、ちょっとまあウルクススもう一回行ってもいいんですけど、まああえてここはね、リオレイヤにの二つ名行こうかなと。うわ、これおい、うわ、シドク姫、うん、来た。紫毒姫、リオレイヤ絶対かっこいいやろ、これ。これ毒武器多分ゲットできるやろ、多分これで。うわ、これ毒系の武器。毒武器欲しいっす。これやばいな、ほんまに。猛毒が染みてたかのような体の色と、まがまがしく発達したトゲだ。トゲだ。トゲアザみたいな。We are together。まがまがしく発達したトゲアザ。でいくか、じゃあ。楽しみやな。初めての挑戦やからな、二つな。二つな、まだ買ったことないから、一回も。ないな。うん。ウルクスズボロ負けしたからな。今やったらいけそうです。今やったら守備も上がっとうから、マイスタンでなんぼ守備。115か。で、俺とリョーマが200ぐらいか。え、あかんかん、来たわ、名人やんちゃうわ。オッケー、行こう。バババババババーン。名人、猫も全然特殊許可。これ、あんま行ったことないもんな。特殊許可も。さ、これ回数限られるから、負けたらめんどくさいんやな、これ。あー、確かに。チケット消えるから、ね、絶対勝たなあかんで。勝ちます。ちょ、できるよ、死なずに行こう、ほんまに。勝てます。 HB やばなって逃げよう、速攻で。もうエリアから出よ、やばなったら、うん、結構本気出しそうっすからね、今回。うそ、ホットドリンクいるんや。いや、いらんで、調味いらんの。うん、でもらっとこう。え、だって多分入らんもんな。が739がホットドリンクいるところやけど、多分レイヤーいかんからな。いや、分からんぞ、このレイヤーは。そこは4だやもん、うん、まあでもフルフルやったらありえるけどな。フルフル嫌やわ。おい、ブルファンゴルやん。ちょ、誰か4行ってよ。じゃあ行くわ。行きまーす。で、俺も行こう。今日分からんよ。全員で4倍。よっしゃ、行こう。おるか、おらへんな、ここ8か。てか誰か1,2とかから行ってくれんと。なんでみんな一緒のところ行きよんねん。最後2行きます。あ、おったわ。8やな。もうペイントぶつけるん。じゃあ、いや、じゃあなんすか、あえてぶつけんの。行こうぜ。うわ、え、色かっけえ、これ。うそ、めっちゃかっこいいやん、これ。おー、ぶつけて。どんなやつ。うわ、ほんまかっこええ。ほいとほいと。でかいんか。おい、なんか色すごいな。うわ、まだら模様や。うわ、やばいやん。おい、でててって言われて。ほんま色すごいな。やばい、ね、あ、強え、こいつ。攻撃力高えわ、絶対。うわ、強っ。でっか、こいつ。やばいって、これ。こいつ切れた時マジで一撃で死ぬんで、メンジ。やばい、もうやばい、すでに。やばい、マジで死にそう。やばい、混乱しておる。助けてくれ。マジでどこや。おお、強っ。ちょ、待って。え、マジで早っ。早っ。うわ、どこや、言うて。なんで？毒で死んだ。
マジの？ほんまに。マジの？2回ぐらいしくらってんの。気持ちよかった？いや、気持ちよくない。ドクドクした。ゾクゾクした。うわー、毒で。一回逃げか、逃げ帰ってから、あれしよう。強こいつ。大して立て直す。まあ、一旦音で逃げたで俺。助かりました。じゃあ俺ちょっと戦ってみようかな。乗るわ。え、ちょっと待って。乗ってくれたらな。もうすぐ乗るか。じゃあ次仕掛けて乗るから俺が。乗ったら、ちょっと全員仕掛けを。で、尻尾切りに行こう。ガン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 、これやばいわ。攻撃高すぎやろ、まず。乗るから全員尻尾頼むで。え、ちょ、死んだわ、ごめん。ええ？いや、これあかんあかん。これあかんわ。これあかんわ。ほんまに。やばいって俺。任しとけって俺に。いや、乗れたら分からん。乗りまくる。まだらもよ、すごいな。かっこいいな。いや、これやばい、マジで。こっち来させて、こっち来る。攻撃力むっちゃ高い。いや、高いな、ほんま。いや、攻撃食らへん。しかも、名人何もしてくれへんからさ。やばい、ほんまに。乗ってくれへんから。ずっと一人狙われ続けたわ。俺もエリアで行ったよかったしよ、これやったら。こっち見とって、あかんかんかん、ほんまにあかんかん、ほんまにあかん。これ毒の切りみたいな。早すぎやろ、おい。エリアで行くわ。いや、多分そういう問題じゃないじゃない、もう多分。守備強かったんじゃない？うん、強すぎやん。やば、攻撃が高すぎるんじゃない？あれやな、これ普通に上位クラスやわ。二つやばいな、レベル的に。うん、やば。だってもう攻撃力だって切れてない状態で、まあまあ高いからな。もう俺も多分、まあ耐性火持ってたから俺そんなめっちゃ食らったわけじゃないけど、俺は強っ。これは強いわ。ウルクスス、うん、ウルクスス行く行く。二発やつはできるやろ、多分。うん、うん、ちょっといあれやな、でも強いと思ってなかったやつで、いや、ちょっとちょっと、あの、予想があるか、上回っとったよ。うん、二つ目やばいな。別のやつと行こうかな、思うたもん、俺。いや、あかんやん。ほんまに、あんまり弱かったら、ほんまに俺についてくれんやったら、ほんまに。いや、あれはでも、びっくりやわ。やばいじゃん。攻撃パターン、全然ちゃうしな、リオレイヤと。まずそこやわ。まあ、それ、あいつ、異名あるぐらいやからな。言ったら、まあ、アリはアリでもな、女王アリみたいなレベル、ことやからね、言ったら。リオレイヤの中ではもうトップのリオレイヤやから、あいつ。うん、確かにな、うん。強すぎやな。トップアスリートやからな、あいつ。アスリートな、あいつ。うん。ハンマー投げてたら室伏やからな、あいつは。簡単に言ったらね。王者。王者。普通のハンマー投げの人と違うから、まだ。あいつは2日前に死んどうかな。うん。何やねん、あいつ。ああ、でもリオレイヤ9回しかかからへん、俺。いや、まあ俺もいけるから、いけるんじゃない、全員。あ、そうやな。スス行くか、じゃあ。スス、やろ、もう。すすすすす、こいつもめっちゃ強いけどね。いや、こいつでもこいつ動きめっちゃ速いからさ。え、でもあの時結構あの時で守備がだいぶ上がったんじゃない、うん、全員。いや、でもそんな名人とか上がってんからほんまに。で、こいつめっちゃ速いから名人とか好き見せとったらほんま死んだよ。名人ライトボーガンにした方がええんじゃん。ヘビーやったら名人遅やろ。だからもう死んだらもう名人エリア入ってこんかったよ。一回一回死んだらもうとりあえずエリア入ってこん。僕見とくねんじゃん。知らないっすよ。サポートサポート。いや、アイテム渡す役で、アイテム、アイテム、エリアがアイテム渡す役で持っといてな。全員多分強いよ。そりゃそうやろ、強いやろ、全員2つの。2つのはマジで1個格がかちゃうやろ、ほんまに。強いな、強いわ。えぐいな、これでも強さ。じゃあ乗れたらな、多分ランク3のやつより強いんじゃない、こいつら。ウルクススとでも、ウルクススやとしたら強いやろ。うん、いけ。攻撃パターンが強いから、やっぱり。よし、いこう。一撃がやばい。これはでも無理やったわ、マジで。ちょっとレイヤーはびっくりした。大雪に、まだ慣れろ、リョーマがな。うん、まさかやったからな。え、もう早かったって、俺あんな早く死ぬ。猛毒。あ、ホットドリンク持ってってねえわ。え、メジ持ってっとん。はい、ちょうだいちょうだい。5個あります。メジちょうだい、メジ3個ちょうだい。考えます。いや、考えんでいいから。消臭剤も。ちょ、待って待って、みんな取っていくなって、1個ずつにしようぜ。俺ほんま1個ずつや。強い強い時は、うん、俺もホットドリンクミスった。まあ光る 100% は違う。なんでやねん、絶対。絶対食料持っていった。違う違う違う。俺もう焦りすぎて地図も取んの忘れたわ。いや、龍馬気抜いとうがそうなるやん、さっきみたいに死ぬやんて。いやいやいや、戦いって初めから始まったわけよ。もう俺はやったらもう野球でもそうなんやけど、ボールが飛んでくる前から構えとうから、本場のうまいやつって。まあ確かに、そう言われるやん、監督も。構えとけ言われるやん。アホなやつってやっぱずっとなんかもう手組んでな、後ろにあーポケーってやってライトフライとかフォローして、うん、いやもう後ろ行ってもたりするやん。アホやから。うまいやつやっぱもう構えとるもんな。まあ重症前にやっとうから。まあでもそんなん言いながら、マイスさんあれやな、焦りすぎてクーラードリンク飲んでもとうからな。バレとん、そちら覚えとってさっきの出来事。行こう。でマイスさんのやつだけ下がっとうから、かっこやろ、マイスアップダウン、アップダウンやで。弱い、おっしゃ、もうおいすー。上やろ、どうせこれ8か7か6におるやん。
そやな、もうそろそろな、あいつ前もおったもんな、あっちに。うん、8やろ多分。いや分からんで、8やろ。橋本さんも殺しときます。あ、おらんわここ。ネタ8やろ多分。7や。うわ、出た98や。バレました。ペイントボールはメジアの打たんでるから、あの走り回っとって。は最初4人になってから上に逃げますわ。よし行こう。上から。さーて、狩ろうかな。おるぞ。え、ちっちゃくないこいつ。おったー。ちっちゃく乗りづらいか嫌なんやんな、俺。うわ、でかい雪だるま作ったな、上からこの射撃。出れてて、まだ。こいつな、早いからな、ほんま、こかさなあかんやん。こいつほどまさにこかさなあかんで。うわ、壊すやろ。おい。ちょっと遅いんやな、この。エリアに早いねんな、こいつ動きが。動きが早すぎてな。早いから当たってね。ベルシーめっちゃどっかが打ってる。うわ、やば、雪だるまきついって。これ参加関係ないとこ、雪だるま関係ないやもん。関係ないで、うずっかれたら。いやー、寒いな。あれやで、あの、はぁ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 なったら。あれ、どこ行った。解けた。これ A ボタン連打したら解けるぞ。嘘。もう A ボタン連打したら解ける。A ボタン連打。うん。解けるで、 A ボタン連打したらほんまに。やっぱエリアルの方が早いな。初手が。ああ。だからあれなんや。エリアルな。いや、エリアルじゃない。ストライカーで言ったけど。ああ、来て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 。ノリをほんまに成功させたらな。来なさい。うん、ダメージ。行くねー。行ったねー。来た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 。どうでもかあれ。ロケットターベンこいつ。何個動くこいつ。おい、もう分からへん。うわ、早っ。うわ、気持ち早いし、こいつモーションがやばいね。モーションがほんま強いわ、ほんまに。うわ、やば。はい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 。こいつめっちゃ速いからな、動き。こっち見なって。こいつほんま強いわ。はい、死にかけよう。お前さん、ナイス。おい、ナイス。やばい、来る。うわ、あいつらやばい。危ない。うわ、強っ。やばいって、これ。こいつマジ強いな。渋谷やな。うー、危ねえ。うー、危ねえ。攻撃モーションが特殊やろ、これ明らかに。うん、こっち向くだよ。マジで2つな、強えな。強い、危ない。ナイス、助かった。ナイスナイス。これ2つなの上位のやつとかほんま半端ないから強いやろな。え、やばいやろ2つな。これ、こんな危ない。逆にでもだからこそこいつ勝って武器欲しいな。うん、いや欲しいよ。どんだけ強い。うー、危ねえ。こいつだって攻撃ができるじゃん。俺攻撃して攻撃して攻撃して危ない。あーもうオッケー、あったらやばい。よしよしよし、ネジミネピンチをチャンスに。うわ、こいつの電源がやばい。やばい、やばい、これは死ぬ、これは死んだ。嘘、乗った、来た、乗っ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 た。準備や、準備。オッケーオッケーオッケー、今のうち準備しろ、準備しろ。オッケー、準備。いや、もうすぐ行けるで、もうすぐ行けるで。オッケーオッケーオッケー、行くで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 。かいかいかい、行きまーす。ドーン、よっしゃ、ここで総合にしなきゃ、総合にしなきゃ。もうこの時ぐらいしかほんま無理やわこいつ。確かに。うわー、来た、溜まった、鬼神化ゲージ溜まった、でかい。やばい、高く行った、高く行った、高く。うわー、オッケー、鬼神化ゲージ溜まっとる。この隙に行く。あかんかん、危ない危ない。うわ、来た。あくそ逃げんなって。うわー、やもうこれやばい、この基準がゲージが溶けるまで行かせろ。攻撃させてくれんの、こいつめっちゃ速い。なんやんこいつ、トランカー走ってったって。あぶない。よっしゃ、もう一回乗る。乗りゲージ結構溜めた。うわー、めっちゃ強いこいつ。オッケー、結構溜めたで乗りゲージ。やばいやばい、速こいつ、めっちゃ速い。動くなよ。よし、首うーわ、やばい、一回見よう。え、持っとる持っとる持っとる、こいつなんか持っとるぞ。やべやべやべ、元気やべ。うわぁ、危ない、危ない。やばいやばいやばい、こいつやばいやばい。違うこいつ、めっちゃ持ってきよって。強すぎやろこいつ。死ぬ、危ない。よっしゃ、危ない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 。うわぁ、何度やこれ。広すぎやん。いや、スケートでもやっとんかよ。うわ、もうやばい。あかんあかん、ナイスナイスナイス。やばい、連続攻撃や。罪悪罪悪。あ、前さんあれじゃん、ビオルンじゃん。やばい、楽しみ。あー、疲れた。もうすぐ乗れるわ、多分。そう、多分そんな気がする。よっしゃ、
うおやばい当初ちょっと待ってこれやばいってこれ範囲広すぎやろ溶ける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 溶やべ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 やこれやばいこれやばいって聞いてへんけ、オートバグだいや、あの今、あれやろ怒っとって聞かへんあ、怒ってないやんねこれどこ行ったのマジで危ないここ行ったの全然わからんリッキリやなうわー欲しい後ろ強えわ、マジで来たーおったーオッケーオッケー溶け溶けガロータ溶け大役来たー耳栓最高もうガロータまっとうからなもうすぐ行く行くでもう行くでもう行くでオッケー行ったーいやー来たー画廊来たでーこっからの鬼人化での攻めがやばいもう手数半端ねえからなこれ行け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 あよだれ垂らしたんじゃんもう行けオッケー聞いてん耳栓聞かお怒っとやんこいつ今攻めるやん手数多いやからこれやばいうわーよかった開けますうわぁすごい怖ぇこいつ何体やろどこに俺とかやろ来たおいおぉやばいやばい来いや来いやこっちこっち遠いなうわぁよしこっち向いたよし逃げるっぽいなあ逃げたよし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 あでもいい感じじゃん、うん、弱いなまあ強いないぞこいつ俺的には逃げるんちゃうんや逃げてないや俺まだ回復薬1個も使ってんからな大きい薬だけやで今今だあーうんよし何してるのバックドロップやばいっておおけー来たよろけだったあ画面ちょっと削れたよオッケーよろけだったでよろけためっちゃ鬼人化ゲージ溜まった時の双剣ふんまええわやばよっしゃこんな強いねえぞこいつうわまた涙かいやいけるわ涙いらんてほんま勘弁してよ涙エリアル強えわもう一回乗るわあほんまやけど涙やちょっと乗ってくれんとあれやわあいつがちょっとしょうがないこいつもケツ向けてもだ俺に数枚もエリアルできてたらな。いやでもマジで乗ったことないから大丈夫だよ。エリアルの方が絶対よ。いやマジで動きが。あんま意味ないな。あんまりだから。戦力ない。いつもエリアル明らかに。いやでも2回乗ったから、いつも3回。4回乗ったことないから、一緒ぐらい。いやもうエリアルいいかほんま。早すぎる動きが。よし、うまい。まあ体験は難しいよな、こういうちっちゃい相手には。うわ、マジで。俺避けたと思ってんねんけど。まだ近い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 当たってもらうなよっしゃうわまあ当たり屋やななんか全然ずっと当たりに引き続き当たりに行ってんのあちゃんどうすんねんどうすんねんうわ前回りしよなんでやねん引いてきてきておっしゃおおだいぶ疲れだったんかよだれよだれよだれタイムゲもうすぐやもうすぐやぞもうすぐやぞもうすぐ来るぞもうすぐ来るぞ来るもうすぐ来るでいける絶対いけるしゃあ頼む乗ってくれもうすぐいけるバレドバレドや乗れいったねいくだとあこれかよあこれいけるやろもうだいぶきたーおっしゃーもう行けもう行けもう行けそうもう行っていかもう行っていもう行っていえで研いでないけど行くで行きますドーンもう溜まってたもんすでにほとんどゲージが早っ絶対こうもうちょいやガロガロ来た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 来たーイエーイドーンよっしゃーほいほいほいやったー強かったこいついやー渋いわおー大石集やば余裕やったわ俺改革1個も使わんかったわ結局マジでマジでえぐいな俺大きい役3つで終わったでやばすげえマジで腹や俺回復薬2つ使っとるわやっぱエリアルの双剣めっちゃ強えわ俺ほんま思うけどごっついわマジでこれ以外使う気ならんもん強すぎてもう強すぎる見てんこの格好さ獣大将やべえバリ格好やろ
ノリがほんま強いな。ノリやばいやろ。てかむしろこれ乗れへんかったらこいつきついやろ。そんなの。15歳。動きめっちゃ早いもんな。この状態。うん。手数やばいもんこれ。やばい手数。これ双剣じゃなかったら俺多分きついわ。このモンスターの。ノリがなかったらほんまに。いやーすごい。攻撃できんもんなあいつあんまり。ノリ中にやっぱ行くもんな、うん、ラッシュだ。あんな動き回っとうから攻撃できんやろ。できんマジであいつに6にな、うん、強すぎやろ動き。あいつ焦がせんかったな。だリオレイヤーも多分乗ったら勝てると思うで。乗ってボコったらいけるで。火力は多分足りるからな。 OK ですね。おなんかあった。アカシア。お前アカシア。お前ゼイボラな。集めておくといいこと。耳ゲットした。ええ遺骨の骨。わあ。もう岩の骨レア度6やん。絶対ええやん。すげえやろこいつ。こいつすげえやろ。こいつの防具。防具あでも絶対防具ダサいで。こいつの防具でも。でも特殊スキルついたっぽいからなこれ。あ狩り技なんかあれやろ。溜まりやすくなるかなんか。うんらしいな。あそうなの。こいつの武器は狩り技溜まりやすくなる。マジで。そう二つならもう武器は狩り技ゲージが溜まりやすくなって、防具はスキルが特殊なのついておるらしい。めっちゃいいやん。らしいな。だ結局最強なのは二つなら武器なんじゃない。多分まあそうやな。まあこんだけそら強かったらな、やばいのそれあれやろな。おお、あるわ。ほんまや。これを強化しようと思ったらなんかいるやろ証が。確かに確かに、ね、見に行くかじゃあ武器。うわ欲しい。うわエオスタツインズおもずできるやん。お確かに怪人率 5% 強い。確かにレア度 X やで。ほんまや。うわめっちゃかっこいいやん。レア度 X やこれ強化しようと思ったら証がいるらしい。はあ。でもほんますぐできるなこれ。もうちょい、おお来た。えめっちゃ8000円。え異形ヘルム1万。嘘やばやば。防御力44あるで最初から。バリ強い。異形ヘルム。異形ヘルム何だこれお前。体力と笛か銃撃。これ A のしかないやん3つ。ほんまや。やば俺スキル3つ持ちや。全部耐性全部プラスやん。やばやばいな。すげえこれ。異形ヘルムやばこれ。すげえ。なんなん耐性全プラス異形。めちゃくちゃやん。やばないこれ。めっちゃ強いやん異形メール。はぁ、あ、ええな、ええな。うやばい。増えやん。しかも体力と増えと銃撃やから。あーほんまやな。だから狩猟兵でめっちゃあっとんやんこれ。あーそうなん。銃撃も多分あれやろ。ハンマーのやつやろ。一発がなんか敵ピュらせやすくなるみたいなやつやん。ちゃんとあーそうやな。でプラス増えで異形メールやばいな。これ増えが持ったらめっちゃ強いやん。体力さ増えやほんまに。ただこいつのやつ弱ないメール22とかやで。回復速度3跳躍2跳躍なんやこれ。跳躍ってなんなんやろな。飛びが、あの飛びのやつやる。ノリがやばなるから。ああそうかな。やばいなこれ。あこれ。じゃあリオレイヤーとか買ったらごっつの落とすんじゃんほんまに。リオレイヤー借りたいな。でもなんかヘルムでも結構なんかおしゃれやな。かっこいい。カットみたいな感じやな。見てなかったなセーブ俺。ヘルム。こいつの全然かっこよくねえやんけ。あんまや。全然かっこいいね。イギョは？イギョヘルムすげえやんこれ。うん。鬼の。めっちゃかっこいいやん。K 入るやん。やろ後ろ。女やったら。うん。男どんなの？ほら、俺見て。ほんま。あ、似とんな。でも、毛が長なっとんな、こっちは。あー、ほんまやな。うん。回復速度ってなんなんやろ？かっこええな、これ。異形。異形メール。お、メールめっちゃかっこええな。もうこれ結構。おお、ウルクスっぽい、確かに。倒しまくらないからな。これをしかも進化させたらまた強なるやろうからな。あー、そやな。で、武器もうすぐ俺できるけどな。あ、武器はすぐできる。武器あと1個できるで。うん。できるやろ。毛でできるもん、あと1個。回心率 5%。氷属性10でも結構強いっていうな。しかも、うん、そんな弱くはない。今持ったやつの強いけど強化して強なりそうやなこれ。確かにな強なるやろ。より狩り技ゲージがと2つのやべえな。溜まりやすい。いややばかった2つな。安いな武器。うんおもろいな2つなとか。こいつ周回したいな。周回すると2つな系を。あやば周回。これ周回しよう思ったら絶対ノリで行くしかないな強すぎるって次の攻撃でパターンがノリやな。あれをまずノリでせずに勝とう思ったら全員結構プレイスキルいるやろ。いるな。守備がまずいるわ。まず大技当たらへんもんな何一つ。当たらへん。大剣とかほとんど当たってへんから最初の衝撃さあ。前さん別に酔ってもおらんでもあんま変わらんかったから。だからエリアでやったら名人なんかどこおったんかわからんかったほんまに。何しとったんかわからんかったほんまに。たまにすごい爆発起こったけどもうあれぐらいしかわからんかったから名人の存在。まあそうやな。だから守備が低いやろ。守備確か大事やな。守備だからあれ10鎧玉で強化したら一気にいくで。いやもらえたで俺村長から。ああ村クエの星3ぐらいクリアしたらいつぐらいもらえんねん。確かそれでもらった方が早いんじゃん。それかなんかどっかでゲットできるやん。
はい、じゃあとりあえず今回は、ウルクススね、リベンジまあ成功しましたね。ディオリアンは乗ってねリズムさえ作ればいけそうな気もするんですけど、まあ、攻撃が異常に高いんでね、正直あ、うん、高いな、うん、半端ないんでね、守備足りひんやん。200はいるわな、ちょっと確かに立ち回りうまかったな、うんうん、200あってもう一人ぐらい乗り系がおったらもっとすぐ乗れるんやけどな。乗ってそっから総攻撃仕掛けて尻尾切れたらな、いけそうな気するな、もう。あーそやな、うん、まあとりあえず今回はこれでじゃあ終わりたいと思います。ありがとうございました。あすー